F7 のパターンですと F を押さえて上の2つを動かしますよね。F はそのままで上の音がこう動いてるわけです。これ基本がこれで、こう弾いたりいろいろありますね。で、B フラットが B フラットを弾いて上の2つを動かします。ピアニストは難しいですけど、ちょっと頑張ってください。はい、で C7 C を弾いて上の2つを動かしていきます。指使いはですね、ここ一番上薬指で行く人と多分小指で行く人がいると思いますけど、好きな方でいいですね。それで今3つ弾きましたけど、聞いてて分かったと思いますけど、このサードの音をこうフラッちょっとフラッと引っ掛けてますよね。かけるとよりブルースっぽくなりますね。さっきの B フラットもそうですね。ね、F でも。いわゆるブルーノートを引っ掛けるわけですね。サードフラット。5度フラット引っ掛けてもいいですね。5度フラットを引っ掛けてもいいですね。F のキーのブルースですけど、これをね12のキーでねできるようにしておけば、フレーズでもよく これを応用してね、応用が効いていきますからね。この基本形のこれを弾けるようにしておけばいいわけです。フレージングの、スタート起点になるっていく場合がありますからね。
本形、これを覚えましょう。